あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうしよう。人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に思い込まさせ、世界を作らせるのに。一番目アリスは勇ましく、剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように閉じ込められて、森にできた道違いに彼女の性を知る術はなし。2番目アリスはおとなしく、歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。3番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の情報、秘密な夢に取り憑かれて、朽ちゆく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまようか。Oh, oh, 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 here we go.
shit! I pushed the flag! Yeah! Yeah!忘れてしまえばよかったねさね理由